はい、どうもこみです。さて、本日はですね、タウンホール14、来ましたね。リリースの情報が上がってきました。これ見ていきたいというふうに思います。もう皆さんね、これ、今の段階で、クラクラ公式から情報が出てますんで、ご覧になっている方ももうかなりいらっしゃるかというふうに思うんですけども、ちょっと見た感じ日本語の動画が上がってなかったので、実際のプレイ画面ちょっと今日触れずにですね、具体的にどんな変更が入るの、まあ、どんな変化が起こるの、その辺に関して、お話をしていきたいというふうに思います。で、ですね、14、まあ、そのものの、情報に入る前に、ちょっとね、皆さんこれ見逃してる方がいるかもしれないんで、ちょっと、先に、言っておきたいことがあって、クラン城のユニット寄付についての変更っていうやつですね。これがまず今回のアップデートで入ってきます。で、何かっていうと、今まで、レベルが高い援軍もらったら、その援軍を低タウンホール帯でも使えたじゃないですか。例えばの話ですけども、タウンホール、まあ、9とかで、もうレベル最大のバルーンが使えるとか、まあ、そんなことがあったわけですよね。めちゃめちゃこれ大きなアドバンテージだったんですけども、もちろん防衛側でも、ね、このユニットがめちゃ強いので、どう援軍処理するかっていうことが、ま、問題になってきたというふうに思います。なんですが、今回のアップデートを経ることによって、もらえるユニットのレベルの上限が自分の持っているタウンホールのラボのレベルまでしか上がらないよっていうことになるわけなんですね。だから要するに、レベル最大の、さっきの例で言ったらバルーンがもらえなくなっちゃうわけですよ。タウンホールレベル9だったら、タウンホールレベル9の最大レベルのバルーンまでしかもらえない。まあ、つまりどういうことかっていうと、だいぶ、攻撃も防衛も突出したユニットが活躍する場面っていうのがなくなっちゃうってことなんですね。まあ、これちょっと、クラクラのアプリ画面から詳しい説明があるんで見てほしいと思うんですけども、これがまず結構大きな変更だと思います。なので、今までタウンホールレベルが、新しいものが出るたびに、下のレベルの難易度っていうのが想定的に下がってたと思うんですね。なぜなら強いユニットがもらえるからということなんですけども、今回の変更によって、このユニットがもらえなくなってしまったと。つまり、低タウンホール帯の難易度も、さほど、上のタウンホールが出ることによって、変わらない、優しくならない、ということになってくるのかなというふうに思います。なんで、まあ、楽しみ方は広がりますよね。タウンホール10オンリー、11オンリー、12オンリー、そういった、勝負がより、そのレベル間の同じ、ユニットを使って戦うことができるっていう意味では。ただ、ちょっとね、今までその、低タウンホール帯で修行してから上にっていう、そういうステップを踏んでいたところっていうのが、少しその、低タウンホール帯の難易度が上がることによって、まあ、修行は修行でできると思うし、いろんな、使える技術の幅が狭い分、なんだ、習得するには時間要さないと思うんですが、簡単ではなくなっちゃうということですね。で、これがまず1点変更として入る上で、タウンホール14、何が起こるかということなんですけども、まず、全く新しい何とかがあり、何とかもアップグレードして反撃することができますって来てますよね。これね、点々に関しては、おそらく、今週木曜ですね。だから8日かな、8日にまた新しい情報が出てくると思うので、まあ、それをまたこう見てもらえたらというふうに思うんですが、とりあえず今回の14の、アップデートによって何が起こるかっていうと、まずタウンホールが変わりますってことですね。これもういろんな YouTuber の方が動画出してますけども、今までの、爆破ダメージスロー効果に加えて、ポイズンと同じように、ダメージ増加によるダメージが入ってくるっていうことですね。これ大きな変化です。ケイスケさんがもう確か今の段階で開発ビルドの動画を出してらっしゃったかと思うんですけども、見てもらうとわかるんですが、その、後ろから、後衛から追っかけていくユニット、例えばヒーラーとか、あとは、グランドウォーデンとかですよね。こういうユニットっていうのが、その、ポイズン効果の中に入ったままトームとかかかっていたとしても、トーム切れた瞬間、そのポイズン効果の中にまだ残ってた場合に、ダメージ増加によって、膨れ上がったダメージがどんどん入ってきちゃうんですね、こう。ガン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 。なんで、今までみたいにペッカイエディとかでタウンホールを撃破しました。で、そこで、多少足止め食らってたけども、まあ、トーム使ってるからダメージ入りません、みたいなことにならなくなっちゃって、逆に足止め食らっちゃうと、ヒーラーがどんどん焼かれちゃうとかね、そういうことが起こるんですね。つまり、まあ、ちょっと思うのは、これ、援軍アイゴレめちゃ増えるんじゃねって思ってきました。要はね、アイゴレの援軍をもらっておいて、アイゴレがね、足止めしてる間にタウンホールが、ダメージ、爆破して、で、ポイズン効果で全部焼いちゃうとか、
で、トーム使ってても、その、アイゴレのね、フリーズ効果の間にトーム切れちゃって焼かれちゃうとか、こういうケース結構増えるかな、だったり、バルーンだけでタウンホールを落とすってことが多分ちょっとしにくくなるかもしれないですね。爆破効果、ダメージ効果、さらにスロー効果が入るんで、トームを使っていても、その、バルーンに対してダメージが入ってきちゃうっていうのも結構痛いと思うんですよね。で、そういう風になってくると、なおさら強くなるのがスーサイドなのかなっていう風に思うんですが、まあ、スーサイドもね、ちょっと先にこっち見ましょうかね。ヒーローレベルが、まあ、一応上がるんですよ、これ。80、80、55、30っていう風になってますけども、このヒーローレベルって、今のヒーロープラス5なんですね。そんなに大きく変わるわけではないと思うんですよ。なんで、タウンホールもまあめちゃくちゃ強くなったかっていうと、このヒーローレベルプラス5に対してみれば相対的にそんなにぶっ壊れに強くなってるとはまあ正直思わないんですけども、一方でこちらの、ユニットたちっていうのもそんなに強くならないっていう、まあヒーローの面から見るとそうだと思うんですね。一方で防衛説どうなのっていうと、ほぼほぼ全部の防衛がこんな感じで上がります。投石もレベル3になって、インフェルノもレベル8ですね。で、インフェルノタワーも、ですね、ユニットに対して今まで5体がマックス、まあ、タゲトールマックスだったんですけども、このレベル8のインフェルノタワーから6体に増えます。これはね、ラバルやる人だったり、あとはディガホグとかそういう小粒ユニットで攻める場合、結構影響でかいんじゃないかなって思うんですよね。だって、ね、こう、インフェルノのダメージってさ、まあ、マルチにするじゃない？で、これで93、まあ、レベルが1個になったら、まあ、100ぐらいのダメージには優位になると思うんですよ。この100のダメージが1体プラスで、入っちゃうわけなんですよね。今までは、約まあ、500、トータル500毎秒だったんですよ。もうこれでもでかかったんですけども、これが一気に600とかになっちゃうわけですよね。もう、結構でかい、いや、600か、まあ、600ぐらいか、そうですね。ぐらいになっちゃうんですよね。結構でかいと思うんですよ、それって。1体1体のユニットの体力が低い場合はですね。まあ、そういった面からすると、ちょっとこの変更って、効果が大きいかなと思っていて、で、まあ、そういった意味でも防衛のやっぱね、強化がでかいなと思うんですね。今見る限りは。で、ここ、新しい、施設がアンロックされますってところに1個、この点々点ってありますよね、これ。この点々点って新しい多分防衛が来ると思うんですね。で、この防衛がマックスレベル4まで上がりますということだと思います。で、新しい防衛まで来て、で、そのレベルが4っていうことは結構まあ強いんじゃないかというふうに想定されるんですけども、に対して、まあヒーローレベルは5しか上がらない。で、ユニットのレベルも一応こんな感じでもほぼほぼ上がるんですけども、ペッカも上がらないし、イエティも上がらないし、バルーンも上がんないんですよね。で、そういった面からすると今まで皆さんが主力で使っている、ディガホグだったり、あとは、さっき言ったバルーン、あと、ペッカ、イエティですよね。この辺のレベルが上がらないっていうのは結構、攻め手側からするときついんじゃないかなと思っていて、ボーラーも上がんないですよね。なんならドラゴンも上がんないんですよ。これは、守りが強すぎんじゃないのっていう気がします。今までまあ攻撃偏重だったこの環境で一気に守りが強くなっちゃうのを少し、まあ、個人的には心配してるっていうところですね。うん、やっぱりこれあれですもんね。アーミーキャンプとかもこの、新しい防衛建物トラップなんで、金庫とかはね、上がるって出てますけど、アーミーキャンプも増えないんですよね。だから結構これきつくなるかなっていう気が、しますね。あと、新ユニットはね、これ出ないんじゃないかとちょっと思ってます。なぜかというと、これ、弊社と闇弊社のレベルが上がらないっていうふうに、上がるっていうふうに書いてないんですよね。っていうことは、おそらく新ユニットは出ないのかなっていう気がしています。今回のタイミングではですね。まあ、もしかしたら、サプライズで実はそこ書いてないだけかもしれないですけどね。はい。ってなっていくと、どうやってこのね、強力な防衛突破すんのっていう話なわけですよ。呪文レベルもクローンとポイズンが、まあ、新レベルに強化されますっていう風に書いてあるんですけども、この新レベルってそんなにクローンって、レベル6のクローンの能力が33から34に1上がる。で、多分、もう1レベルクローンが上がるとどれぐらい上がるんだろうな。まあ、4とか38枠とかになるわけですかね。うん、だからそういった意味では相対的にクローンの呪文を使って、で、ユニットの数を増やすっていう、まあ、方法は一つ取れるのかもしれないですけども、まあ、一方で、
ユニットのバランス調整も結構入ります。で、一つ目はスーパージャイアントの1ポイントが200減る。今5000ぐらい確かありましたよね。これが200減っちゃうっていうのは、スパジャイをこうドバッと出す、まあ、終了編成系の攻め方、やっている方からすると、まあ、トータルの、チームの体力っていうのが、まあ、2000とか減っちゃうので、結構でかいかもしれないですね。200減るっていうのは。で、プラス、スーパーガイオイルの DPS が下がりますよってこと。これはね、逆に嬉しいですね。クイヒーが防衛援軍スパーガゴによって一撃でやられちゃうっていう、ケースが、まあ、ちょっと減るかなと思います。まあ、一方で、体力が100上がるんで、今までですね、ポイズンで焼き切れていたところが焼き切れなくなっちゃうっていう現象が起こるかもしれないですね。ポイズンフリーズで、スパガゴシュートとかやったじゃないですか。そういうのが、ちょっと、しにくくなるかもしれないなっていう、まあ、そこら辺の、心配は、あるものの、やっぱ DPS が下がる方がね、DPS でもダメージパーセカンドですね。秒間ダメージが下がるってことの方が、クイヒーする方にとっては、まあ、大きな、アドバンテージとして、これは出てくるのかなっていうふうに思います。この攻め手側の方が多分、その攻め手側の食い品が一番影響を受ける気が、個人的にはします。で、インフェルノドラゴンレベル2の DPS が、80から1600だったものが、79から1580に若干減る。で、ヒットポイントも減るということですね。これ、レベル2って本当かな？多分なんかこれちょっと間違ってるかもしれないですね。実は英語版と日本語版でいくつか表現が違うところがあります。これ例えばね、この壁が新しい施設としてこう、出てくるって書いてあるんですけども、これ壁5って書いてあるじゃないですか。これ本当はね、英語版だと壁25って書いてあります。なので、壁が25個増えるわけですね。多分タンホール13だと。おそらくそっちが正しいと思うんですけど。で、まあ、日本語版だと、まあ、そういった、ちょっとした誤植みたいなものがあるように見えるので、インフェルノドラゴンレベル2も多分これ違うかもしれないですね。もしかするとですね。ちょっとわかんないです。で、クールダウン時間が、0.5 秒から 0.6 秒に。だから、インフェルノドラゴンの攻撃間隔が少し空いちゃうよってことですね。だから今までのイントララッシュが若干強すぎた感があったので、そこに関しての修正、下方修正が入る。攻め手側でもこれは、不利な修正ですね。おそらく。で、レベル4のクラン城で寄付できる数が、呪文の数が1個増加。これはでかいですね。今まで2枠だったものが3枠まで、呪文が増加できるので、多分ね、これ、3分間の攻めの中で後半ですよね。呪文も全部使い切っちゃっても、指加えて見てるしかない、もうユニット頼みで。お願いしますみたいな状態だったところが、もう3分間最後の最後まで呪文をこう打ち続ける、どこに打ち続けるかな、何を打つかなっていう、そういう、考えをさせられるような、状況が作り出されるのかなと思います。まあ、同時に、それができるっていうことは、攻め手側にとっては、まあ、一個優位な、環境ができるので、フリーズがまあ、一個詰めるとか考えたら大きいですよね。上がったダメージっていうのを、呪文によって少し、緩和するというかですね、抑えるみたいな、まあ、そんな風なことができるようになるのかなというふうに思っています。で、さっき言ったですね、インフェルノタワーのマルチモードでの攻撃対象が6に変更ということですね。まあ、これはでかいね、結構ね、どうなんだろう、これやられちゃうとマジで、ディガホグとかはきつくなるんじゃねえかなという気がします。まあ、先ほどね、クイヒーが多少事故率減るので、まあ、そことの兼ね合いがどうなるかっていう感じですかね。まあ、実際の実装されてからの、アタックっていうのを試してみたいところなんですけども、まあ、おそらく、木曜日に新しいそのお知らせが来ますというふうにありますが、そこで何かしらもう少し攻撃側を喜ばせる、施策が入ってくるんじゃないかなと思います。さっきも言ったように、これだけだとちょっと防衛側が強すぎる気がするんですよね。なので、新、防衛施設が入ってくるということとともに何か攻撃側の、アドバンテージに関しての、変更っていうのが、出てくることを期待してですね、引き続き、アップデートレビューを待っていきたいというふうに思います。で、この一番上のこれですね、何人これって、あるのは、タウンホール14に備えようっていう、これはですね、動画です。まあ、動画で、タウンホール14の、そのなんか、ビジュアルとかをこう見ることができるんで、まあ、そちらも50秒ぐらい、1分以内ぐらいの動画かな。短い動画なので、まあ、空いてる時にこう、ポチッとして、YouTube で見てもらえたらというふうに思います。
はい、というところでですね、本日はタウンホール14で今分かっていることっていうのを、まあ、ザクッとこうね、流しでお話をさせていただきました。楽しみですね。おそらく今、このイベントを見る限り、建設ラッシュが残り5日ですよね。5日と10時間っていうのが今、私のこの、ドイツ時間で言うと今、ちょうど、4月7日の、水曜日になったとこなんですけども、なので、12日ですかね、来週月曜日がおそらく濃厚かなっていう気がします。月曜日にアップデートをすると、何かバグがあっても1週間かけて、スパセルが直すことができますんでね、月曜日のアップデートっていうのが今まで恒例だと思いますし、おそらくこの日が濃厚じゃないかというふうに思っていますので、あと1週間もないんですよ。楽しみにしながら、最後のタウンホール13、楽しんでいきましょう。というところで、本日ですね、この辺で動画を終わりにしたいと思いますが、最後のタウンホール13って言ったけど、そうでもないね。サブアカ持ってる人は多分さ、タウンホール13引き続き楽しめるし、まあ最後下っちゃったけども。まあそんなことは、まあ細かいことはさておき、とにかく14みんなで楽しみにしながら、引き続きクラクラ楽しんでいきたいというふうに思いますので、今後ともですね、一緒に盛り上がっていきましょう。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。